前回の大三笠社は、イーストシティの既存市街地すべてを交通網でカバーいたしました。今回は、修正が必要な部分を洗い出し、再整備してまいります。早速ですが、まずはアクセル半島の概況です。最大の課題はメトロ1号線の急行運転がまだ行われていないことですが、メトロ1号線は次回以降に手を入れるので、先送りします。ローカル交通としての問題点は、南北交通をメトロに依存している状況です。たった数区画を公共交通で移動するだけでも、半島中心軸を走るメトロ1号線まででないといけません。つまり、アクセル半島は南北方向のローカル交通を整備する必要があります。次にアルカンベティア半島です。こちらの問題点は、中央部を抜けるトラムが需要に対応できていないことです。経路上に信号が多く、これ以上増発しても渋滞して輸送力が上がりません。トラムに代わるローカル交通の整備が必要です。つまり、アクセルとアルカンベティアの双方で新たなローカル交通が求められています。そこで一体的にモノレールを整備いたします。新たに整備するモノレールは、アクセルモノレール、アルカンベティアモノレール1号線と2号線です。アクセルモノレールの経路は、アクセル半島北東部から半島沿岸沿いをぐるりと一周し、北西部を抜けて、そのままキールにつなげます。なお、従来線のエッジモノレールと重複する区間は、線路を共有します。アクセルモノレールの開通により、南北交通が便利になり、さらにダウンタウンの回遊性が向上します。また、メトロ4号線のバックアップとして、キールアクセスも果たします。次にアルカンベティアモノレール1号線です。アルカンベティア南西部を起点とし、アルカンベティアの交通ハブアクシスチャーチを経由して北上します。コロナタイトの住宅街を抜け、アクセル半島北西部に到達、そこでアクセルモノレールと連絡して、さらにエッジモノレール北東方面に直通します。この路線により、従来のトラム区間に加え、半島内に新たな南北ルートが誕生します。また、アルカンベティア半島とアクセル北部のアクセスが改善されます。最後にアルカンベティアモノレール2号線です。アルカンベティア南東部を起点とし、従来のトラム線をトレースして、市街地を抜けたらそのままキールにつなげます。この路線は先ほどご説明した増発できないトラムを完全に置き換えるものです。陸路交通の改善は以上でございます。モノレール網の整備により、イーストシティ北岸の移動はより面積となりました。しかし、エルロード地区やエリス島、コーマ島、ノイズ島は取り残される形となってしまいます。対岸は見えているのに、わざわざメトロ駅まで赴かないと、行くことはできない。正直、メトロだけで輸送力は足りています。しかしこの状況が放置されて許されるはずがありません。というわけで、フェリー網を一挙に整備いたします。村のものと合わせて20航路となりました。フェリー網は3つのエリアで展開しています。まずは東アクセルエリアです。アクセル半島東岸と、コーマ島、ノイズ島を、複数箇所で結びます。これまでメトロ3号線一択だった選択肢が、アクセルモノレールとの相乗効果で、無数の経路を選べるようになりました。次に北エリスエリアです。東アクセルとは違い、メトロ線と競合するエリアですが、メトロでの混雑を回避する手段として航路を設定しています。次に中央エリアです。ここが今回の見どころと言えましょう。アクセル半島ダウンタウン、エリス島、アルカンベティア半島、エルロード地区に8カ所の発着場を設けました。その発着場から目視できる対岸の発着場に、とりあえず航路を設けるという見境のなさで、あやとりのような航路網が出来上がりました。以上が今回の事業内容です。それでは最強航路となる、ダウンタウン発、エルロード東フェリーターミナル駅の追尾映像をご覧ください。
今回の開発により、これまで線的に結んでいた各地が、面的につながる輸送体系になりました。次回は、足掛け5年、通算19回目にしてついに、ニコニコ鉄道原点にして最大の存在意義である、未開発地域への交通網延伸と、ニュータウンの造成を行います。これにて、シティーズ、インモーション2プレイ日記第6回を終わります。ご視聴ありがとうございました。